業者側でするという話はまずなくて、はい、繰り返しですけど申告納税制度なので、ということは申告する人がそれで行くってなって、でそこで税務署さんがでもいやちょこれも違うでしょみたいな話ってよくなると思うんですよね。僕も NHK 時代に衣装のこともやってたんで、例えばね、有働由美子の衣装は実際1回来たら有働由美子が個人的に買い取ってとかやってると、じゃあその衣装って1回はテレビで出るけどその後は捨てるまでは個人で来ますって場合にどうなりますかみたいなこと言うと、まあ 7,3 ぐらいでやったらどうですかとか言う税理士もいるんですよ。でその辺はまずはとりあえずは納税者の方で判断しろでいいんですよ。申告納税制度、そう、申告納税制度ってそういうことだということですよね。はい、これ、うん、そうですよね。責めてるとか全くじゃなくて、申告納税制度ってそういうもんなんですよね。だから自分がこれは自分の費用じゃなくてその法人の費用だと思えばそのように申告すればいい。でそれに対して税務署さんがそれはちょっと違いますよっていう程度でよかったら修正してくれませんかっていう、最初そういうまず打ち返しをすることがあるっていうことですよ、さっきの冒頭の話だと。いろんな場所がなるですよね。だからこれはちょっとおかしいんじゃないですかと言って分かりましたって修正すれば、まあ修正だけで終わるケースもあると。内容によりますよね。でただそれがあまりにもこう隠蔽工作とかがあると、いやそれは本来払う税金よりもたくさん払ってくれっていう制度もあるんですよね。加算税が加算税ですよね、よりも高くなるんですよね。それが本来払う税金は別の税金として、それは大体基準としてはちょっとそれは悪質じゃないかみたいなことが大体判断の材料になる。ざっくりとねめちゃくちゃ言いづらいっていうのは分かった上であえて聞いてるんで、でそれぐらいやっぱり税の問題ってすごく今曖昧だなっていうのがね、多分僕理解力もあれば語彙力もあると思うんですけど、ちょっと理解力がない、語彙力のない人が税務署に行って多分喧嘩になっちゃうぐらいはっきりしてよっていうのは多分国民とか納税者からしてあるかなってちょっと感じはしましたけど、大体のことは分かりました。で、そうするとあとちょっと総務省さんの方にお尋ねしたいのは、かまあ、こういうのに使うのは当然言語道断なんですけど、やっぱり個人の資質の中に、まあ、個人として政治的な信条を持って動いている方って大勢いらっしゃると思うんですね。まあ、タバコをもうやめましょうとか、税金を減税しましょうみたいな。でそうすると個人が政党支部を持つことについて、まあ個人の活動の中でもちょっとでも政治的な活動をしている分については税金の控除を受けたいという気持ちがあるというのは当然だと思うんですね。でその中でまずこの国政政党は支部を上限なく作れるっていう認識でまずいいんですか。政党支部の数について制限はないです。制限はないですよね。で今度じゃあこの政党支部っていうのを、投票の見返りに支部を与えるっていうその選挙運動をしたときに、それが何らかの、まあ、公選法のいわゆる買収みたいな、いわゆるお金をあげるから物をあげるから投票してください、当然アウトなの、それは分かります。じゃあ政党支部の支部長になっていただきますと、もっと具体的に言うと、まあ、今 NHK から国民を守るとは国会議員は2人いますけども 2% の要件を満たしていないので、来年の参議院選挙で 2% 取れれば国政政党になるので、ぜひ皆さん投票してください。で投票して国政政党になって投票いただいた方には支部長になっていただきますよ。支部長になれば、一部の個人の政治的な活動は、まあ、ある意味経費として認められるというか節税できますよというような選挙運動をしていいかどうか。その点について買収財に関しては、その金銭とか物品、その他財産上の利益の他に、まあ、公私の職務の、公や私の公私の職務の供与というのも、その買収罪に該当しうるということになりますので、まあ、おっしゃる、はい、政党 の, その 支部長 の, 地位、職務というものが、まあ、この公私の職務の供与というふうに認められればですね、この買収罪に該当しうるということはあるそれ。それごめんなさい、何条ですか、ね、公職選挙法の、はい、221条に買収罪が。221条で、はい、ちょっと条文調べさせてください。まあ、要はダメってことですよね。認められればということは、そうですね、認められる可能性極めてだからですよね。
うん、やっぱり聞くべきだな。聞いた方が早いですね、自分で調べるものこうやってね。221条の1項の1号に、はい、1項の1号、ちょっと待ってね、今情報を引っ張ります。1項の1ですね。当選もしくは当選を得しめ、または当選得しめない目的を持って当選に対して金銭物品その他の財産上の利益もしくは公私の職務の供与にあたる。だからまあこれ公私の職務の供与っていうのは例えば課長から部長にしてあげるとかそういうのもダメっていうことですね、当然ね。そうで、あの当たり得るとは、はい、シンプルにそうですね、当たり得ますよね、はいはい、だからそれが公私の職務の供与となるので公の職務、まあ政党の支部長っていうのは公の職務の提供というになる可能性は極めて高いだろうし、そうなれば公選法、公職選挙違反になると。そうですね、あの政党のその支部長が公なのか私なのかっていうのはちょっと、まあ、まあ、そうか、まあ、公私どちらに関係なく、はい、まあ、職務の提供になるからその利益の申し込みまたは約束をして約束した時は買収罪をもしくは利益誘導罪に該当すると221条の1項1号に該当する可能性が極めて高いですよねっていうことですね。まあそうですね、はい、はい、いやそれを確認しただけですよ、はい、あのこうやって事前に今これ動画見ていただいてる方めっちゃ分かりやすいと思うんですけど、総務省さんはこうやって明確にダメでしょう、ダメな可能性が高いですよってはっきり言ってくるんですけど、国税の方はそこははっきりなかなか言えない。それは申告納税制度であるからっていうことですよ。だから攻めてるんじゃなくて、そういうそれぞれの考え方があるので、僕たちは僕は特に選挙ばっかり主にやってるから、総務省さんはこれしていいですかって聞くと大体ダメなものはダメってはっきり言ってくれるんですよ。この条文に引っかかると思われるのでやめておいた方がいいですよってはっきり言ってくれるんですよね。この条文に引っかかると思いますっていうことを言ってくれるんですよ。引っかかりますとは言わないんですよ。多分こう引っかかると思いますとか、あとは今のところ調べたけども、まあ、公選法とか政治資金規正法とか、それらの法令で何か規制を受けることは見当たりませんみたいな、そういう回答をいつもいただい主にいただいてるんですよね。だから今回のポスターさんにも貼りますっていうことに対しても東京都選管から、まあ、今のところ何らかの、まあ、関連している法令には抵触しないと思われます、ただそれをしたからといって必ず適法とは保証しませんって回答をいただくんですけど、まあ税金の方はそもそも一回出せよと、一回申告して、そう申告した結果に対してダメな場合はまずとりあえずは悪質性がなければ電話なり手紙なりで一応これはちょっと違うよねみたいな話をするっていう感じですよ今の。はい、必要経費になるかと思いますという相談になっておりますけれども、はい、それが必要、まあ、総務省さんと最終的には行き着くところは一緒だと思うんですけど、はい、あのこれこういうものであれば必要経費、こういうものであれば必要経費になりませんというご相談ができます。あ、必要経費は相談事前に聞いてくれるっていうことですか。例えばあの確定申告期前であれば、はい、例えばあの税務署であの会場があったりとか、はい、そういう話もありますし、例えば電話の相談とか、はい、あの迷いがあればという話ですけれども、はい、申し上げるとその断定的にそれだったら必要経費になりますねとか、そういう手術というのはもちろんできない、あの相談、はい、あ、じゃあ、じゃあ最初できないですよね。だから基本やっぱ相談は受けるけどももう出して最終的には国税が判断した上で、さらに国税が判断した上でもし異論があれば裁判所の判断になるっていうことですね。もしそれ違うとなれば、うん、そういうことですよね。であればただまあ、あのご自身で申告するにあたってこれが例えば必要経費になるのかとかいう内容があるのであれば、それは丁寧にご説明させてはいただきますが、ただそれはなりません。さっきのこれ抵触する可能性はありますよ、うん、ないですよとかとちょっと似てはいるんですけれども、はいはい、あのこういうものであれば例えば経費とかっていう相談もなります、はい、あのすごい弁護士的なことを言うと、結局はこれ2つとも犯罪が成立するための要件なんですよ。特定のものの利益になるのかどうかっていうと、今の公私の職務の供与なのかと、比較的今総務省さんの回答してくれた内容っていうのは、まあ、公私の職務に当たる可能性が確かにこの要件の一般性としては
あると思う。ただ国税省さんの言ってるのはやっぱりこの特定のものの利益っていうもののこの厚生保険の判断が極めて抽象的なので、それについては複数のいろんな事情があって個々の事案を判断しないと難しいと。ただ一般の国民からすると財政法定主義があるんで、ここをもうちょっと明確にしてよっていう意見はあると思うんですよ皆さん、うん、じゃあこれが当たるのか当たるのか分かんないから今こうやって聞かなきゃいけない。そうですよね、段取りがあって、うん、いや税金を取るんだったら明確にしなさいっていう感じで、なるべくしてほしいよ主義っていうのはそういうことですよね。だから、いやだから現に僕なんか本当衣装代で50万円ね、あの全部支部の方で落として、まあ、実際落としてます。でもよく考えたらその後テレビ出演など個人で来てるんで、そうなるとやっぱりこう案分みたいなこともあるんでしょうね実際過去に。その経費のうち全額個人じゃなくて全半分ずつとかみたいなことも過去の例としてはあるんですよね。個人の所得税法上で、はい、特に個人所得税に関しては業務にかかるもの、ちょっと支部を業務と呼んでいいのかとかありますけれども、はい、その個人で事業所得されている方ある方とかを例に挙げると、事業にかかるものなのか、個人消費にかかるものなのかというのが両方ありますという、例えば私的にも着る服ですけど、仕事でも着る服ですけども、はい、そこに関しては例えば安分という可能性ももちろんありますし、それは過去にあるんですよね、はい、まあ、自分で判断して 50%50% だから僕なんか散髪めっちゃ行くのはやっぱり人よりもいっぱい行くわけですよ。やっぱりさすがにね、YouTube とか出たら、まあ、それは会社の仕事ですけど、等とかから、そうすると人よりも行くからということで散髪代の例えば 20% は会社の経費で認めてくださいっていうことは、これまでもそういう人がいてそういうのが通ってること事例はあるっていうことでいいんですよ。合理的に安分していただく必要があるんですよね。いや、その安分っていうのはどれでも認められるんですよね。安分とか28とか78っていうのはその人の申告で認められることもある。ちゃんと合理的な理由が、うん、そうそう、0は100じゃないってその意味です、はい、その意味ですよね。だから例えば自家用車なんかめちゃくちゃ分かりやすいのかなと思うんですけど、自分でレジャーで使うこともあれば自分の事業で自家用車使うってなった時に、この車の費用は半分は経費ですよとか半分は個人ですよっていうようなこともしてもいいっていうか、それが普通、実態に合わせて申告しよう、使用の実態に合わせて半分という考え方もあろうかと思います、うん、ということですね、はい、はい、それをちょっと知りながら、もうだんだん税金のことよくわからないんで、そういうことですよね、はい、セリアさん、もういいですか、何かありますか。他あります。大丈夫です、大丈夫、 OK ですね、はい、オッケーですね、はい、すいません、どうもありがとうございました。すいません、ありがとうございました。めちゃくちゃ有意義。